霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はミサイルと聞くと、どんなイメージだ？北朝鮮が弾道ミサイルを威嚇発射するのが報じられて、よく話題になっているわよね。あいつらに向けて撃っても、どうせ何もできないぜ、と言わんばかりに、ポンポン撃ちまくっているな。完全に舐められているわ。そういった国外からの攻撃に対応するため、ミサイルを迎撃する防衛システムは、日本だけでなく世界各国に備わっていて、国家の安全保障にとって、重要になりつつあるんだ。ミサイルを迎撃するシステムがあればいいのね。それだけあればいいというわけではないんだぜ。アメリカのミサイル防衛システムの命中率が 44% と噂されているんだが、日本が新しいミサイルをアメリカで試験発射して、ターゲットの迎撃に 100% 成功したと報道されたんだ。日本の技術トレンドの高さに、嫉妬を爆発させている国があるみたいだわ。ということで、今回は、米国で自衛隊が最新ミサイルを試験発射、ターゲット 100% 迎撃に米軍驚愕。その結果に韓国は嫉妬しこれを否定、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。開発中の日本製ミサイル防衛システムって知っているか？いいえ、知らないわ。2015年の夏、アメリカニューメキシコ州南部のミサイル実験場で、発射試験が行われたんだぜ。ふむふむ。アメリカのミサイル防衛システムの命中率が 44% と噂されている中で、日本のミサイル防衛システムは、ターゲットを 100% 迎撃したと報道されて話題になったんだ。日本のミサイルをアメリカで発射試験したことから、日米同盟の重さが想像できるわね。試験に使用された迎撃ミサイルの名前は、3式中距離地対空誘導弾改善型で、3式中 SAM 回と省略して呼ばれることもあるぜ。どんなミサイルなのかしら？1990年代に開発された原型は最大射程50キロ、迎撃高度10キロ以上の地対空ミサイルで、日本のミサイル防衛システムの中でも低高度を担当している。じゃあ、原型はもう配備されているのね。陸上自衛隊の各方面隊の高特化群に配備されていて、広範囲の防空を担当しているんだ。移動させるのに便利な発射装置は、マッハ 2.5 で飛行するミサイル6発を搭載していて、移動型レーダーは一度に検出した100の目標物の中から、12個のターゲットを選んで追跡するらしいぜ。1990年代に開発された、原型と比較してみるとどうなのかしら。今回の改善型の最大の特徴は、敵の巡航ミサイルへの対処能力が向上しているんだ。ほほう。巡航ミサイルは、弓なりに曲線を描いて飛ぶ弾道ミサイルとは違い、航空機のように低空を高速で飛んで、地形を読み取って谷合を縫うように飛べるから、非常に対処しにくいらしいぜ。空を飛ぶミサイル、山々の隙間を飛ぶミサイル、どちらに命中させやすいかと考えると一目瞭然ね。3式中 SAM 回の性能を確認するため、巡航ミサイルを模した標的を用意して試験をした結果、見事10個の飛行する標的を全て撃破したんだ。すごいわね。しかも、迎撃した標的10個のうちの1つは、低高度を超音速で飛翔できる、GQM-163A 固用手超音速標的だったんだぜ。みんなが驚いたんじゃないのかしら？この結果はアメリカ軍関係者を大いに驚かせ、海外の軍事専門誌では主要ニュースとして扱われたんだが、性能試験としては、100% 満足のいくデータが取れたとは言えないんだ。ターゲットを 100% 迎撃しているのに、どうしてかしら？気になるわね。あくまで、一定の性能評価を下せるだけのことで、多様な気象条件、飛行形態、昼夜の時間帯などを通して、失敗事例が出るまで行わなければ、次の開発目標に繋がらないんだ。かなり厳しいわね。つまり、性能品質の脆弱性こそが非中の非なんだぜ。友好国に一定の性能を証明誇示すると言っても、データを提供するため、他国での性能試験で失敗は許されないんだ。それでも、この試験の成功は一歩前進したと言えるんじゃないかしら。また日本は核弾道ミサイル開発の強行で、世界を威嚇している北朝鮮と、軍事力で東南シナ海の秩序の一方的な変更を試み、挑発する中国に対して、不屈の意思を行動で示す必要があったらしいぜ。ふむふむ。よって今回のミサイル迎撃試験の成功は、そうしたテロリスト国家の暴発を牽制する、日本の強い意志と、本気度を世界に見せたものだと思われているんだ。今度は、国産巡航ミサイルの発射訓練もやってほしいわね。
撃たれたら落とすだけじゃなく、やられたらやり返す覚悟と能力があるぞ。という意思を示す意味で、ぜひともやってほしいわ。同盟を結ぶ際、兵器が同レベルであれば融通し合えるし、紙の上のスペックだけでなく、目に見える結果があれば、お互いの信頼度は上がり、良きライバルとして、新兵器への開発にも弾みがつくのかもしれないな。何はともあれ、迎撃ミサイルの成功率 100% という実績は、何者にも変え難い安心感となったわよね。ただ、ミサイル迎撃成功率が 100% になればそれが抑止力になる、とか言って、核共有の議論を許さなかったり、反撃能力の保持をやめようとするのは、違うけどな。ちなみにミサイル迎撃成功率が 100% になれば、という視野の狭い意見、誰が言ったのかしら？防衛大臣経験者が言っているんだ。こんな人に防衛は任せられないわね。このミサイル迎撃テストの成果に対して、日本を羨む、韓国の記事が関連して話題になっていたので紹介するぜ。その記事によると、韓国が羨んでいるのは、ホワイトサンズミサイル試験発射場の広大な広さなのかもしれないな。どのくらいの広さなのかしら？8300平方キロメートルもあって、米軍施設の中で最も広い施設なんだ。日本にもこんな広い訓練施設があればなぁ、と思ってしまいそうね。これは、数千キロは飛ぶミサイルを試験発射しても、周辺国の顔色を見ず、存分に実施できる広さなんだぜ。ほほう。一方、韓国軍は再開のアンフン試験場で、ミサイルの試験発射を行っているんだが、射程距離 500km 以上のミサイルを発射するのは、簡単ではないのかもしれないな。え、それはどうして？ミサイルの落下地点が下手をすると、領海を超える可能性があるからなんだ。ふむふむ。領海を超えてしまうと、試験発射とはいえ国際問題になりかねないからな。韓国のお隣さんが何度もやっているわね。そういった境遇は日本とよく似ているから。アメリカが広々とした発射場を貸してくれたことは、日本にとってとてもありがたいことだったんだぜ。韓国はアメリカに信頼されていないから貸してもらえないでしょうね。そうだな。日米の信頼関係はここまで強いのか、と韓国はこの差を思い知らされたわけなんだ。しかし、今回の試験発射で日本のミサイル技術が、アメリカに流出したのではないかということに触れて、たとえ色々と不足があったとしても、韓国の領土、領海、領空で私たちの武器を作った方がいいでしょう。といった言葉で締めくくったんだ。まあ、頑張ってくださいってとこね。日本製トマホークの実用化が、もう完成の状態まで到達しているらしいぜ。改めて日本は感心できるわね。さらに、12式遠心技術で最も強い巡航ミサイルとなり、戦闘機、イージス艦、潜水艦でも運用開始するんだ。これは気になるわね。日本政府が今進めなければいけないことは、中国による台湾や尖閣諸島への侵攻を、諦めさせる抑止力を整備することなんだ。抑止力を強化するためにはどうすればいいのかしら？抑止力を強化するためには、敵基地攻撃の戦力として、現在防衛省が開発を進めている、国産トマホークとも言うべき、長射程型の12式地対艦ミサイルの配備を急ぐことが重要なんだ。ふむふむ。これによって、中国艦隊が尖閣諸島や南西諸島に接近する動きを抑止することが可能となるわけだ。国産トマホークってどんなものなのかしら？国産トマホークの12式地対艦ミサイルは、88式地対艦誘導弾の後継として開発されたんだ。うんうん。2012年度から調達が開始されていて、西部方面特化隊に配備されているんだぜ。じゃあ、主に南西諸島の離島防衛に当たっているわけね。そうだ、システムの構成は、捜索標定レーダー装置2機、中継装置1機、指揮統制装置1機、射撃管制装置1機、発射機搭載車両1から4両及び、誘導弾1両あたり6発、弾薬運搬車1から4両及び、誘導弾となっているんだぜ。ほほう、12式地対艦ミサイルの開発成果は、他のミサイルにも技術が応用されていて、2013年から2017年にかけて、17式艦対艦ミサイルが開発されたんだ。どんな技術を応用しているのかしら？射程の延伸、誘導精度の向上、目標情報のアップデート機能の追加が図られているんだぜ。さすが日本の応用力は高いわね。一方、2020年12月18日の閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が決定されたんだ。スタンドオフ防衛能力の強化って？12式地対艦ミサイルにさらなる長射程化と、地
発型、間発型、空発型を加えた。多様なプラットフォームからの発射能力を備えた、能力向上型の開発が決定しているんだぜ。さらなるパワーアップってことね。その通り。日本では現在、射程約200キロから当面は900キロを目指して開発されているんだ。うんうん。最終的には最大射程距離を1500キロまで延伸される予定となっているんだぜ。1500キロって、すごいわね。ああ。南西諸島に配備した場合、1500キロあれば平壌を、2000キロあれば北京をほぼ射程に収めるんだ。発射してみたいわ。何？小声でやばいことをつぶやいているんだ。まあ、この開発にあたっては、ASM-3、12式地対艦ミサイル、当初防衛用新対艦誘導弾の、成果が活用されているんだぜ。ほほう。長射程化のため、展開主力大型化とジェットエンジンの作動領域拡大。RCS 低減のための団体形状のエッジ処理、人工衛星経由の対地上装置間データリンクなどの、技術が開発されてきたんだ。このことによって、12式地対艦ミサイルの能力がますます向上するというわけね。そういうことだ。この対艦ミサイルを中国本土まで到達する長射程の対地巡航ミサイルとして、発展させる案も出ているんだぜ。中国の本土までって？そうすることで南西諸島や九州地方に多数配備できるようになるから、核弾頭を持たなくてもかなりの抑止効果が発揮できるんだ。すごい才能があるわね。で、他にはないのかしら？日本政府は、12式地対艦ミサイルの改良以外にも、地上攻撃用兵器の獲得を進めているんだぜ。どんな攻撃用兵器なのかしら？ F-35 戦闘機に搭載されたノルウェー製の JSM と、F-15 戦闘機に搭載された米国製の JASSM や、LRASM の獲得を決定したんだ。予想外に日本はやることをやってるのね。感心するわ。元来、12式地対艦ミサイルは外国製のミサイルと異なって、射程距離が長いんだぜ。長い射程距離のものを開発したかったのね。国産ミサイルを開発する利点はそれだけではないんだ。え、なになに？外国製ミサイルのアップデートや改良は、外国のメーカーに全てを任せるしかなかったんだ。確かに、作ったメーカーでしか壊れた時とか、修理できないものね。まあ、外国製のミサイルは整備に問題があるんだ。うんうん。だけど国産であれば、日本の事情に合わせての改良が可能になるんだぜ。なるほどね。地上攻撃用ミサイルについては、アメリカが射程距離などで厳しい制約を課しているわけだが、国産だったら、そういった制約とは無縁で、外国の思惑に左右される恐れが少なくなるんだ。それだったら、迷わずに国産を選ばなきゃだわ。まあ、そのためには防衛費の増額は必要不可欠で、しっかりとした説明をして、国民からの理解を得ておく必要もあるんだぜ。そうね。せめて韓国やオーストラリアと同じくらいの、国民に対する負担を実現させることで、兵器開発と配備が早くはかどるように促して、自衛隊員に対する待遇を改善することで、人員不足を解消すべきだと思うんだ。少し、難しいことみたいね。日本の防衛費は年を経るごとに、予算を増額して組まれているわけだが、これは対中国を念頭に、防衛戦略を立て直すための行動を急いで進められているからなんだ。最近はますます習近平が乱暴になっているものね。防衛省が算出した、2020年度の国民一人当たりの防衛費負担は、年間約4万円とされているんだが、その負担額は低いと言えるんだ。年間で100万円でいいわ。まあ、それだけの負担ができるなら、アメリカより強くなっちゃうかもな。防衛省の算出による、他国の国民一人当たりの年間の国防費負担は、アメリカは22万円となっていて、日本と比較すると 5.5 倍にもなっているんだぜ。だから強いわけね。オーストラリアと韓国は約12万円で、これも日本と比較すると3倍であることを考えると、周辺諸国と比較して GDP の 1% に抑えられている、日本の防衛費はかなり少ないと言えるわけだ。うんうん。スウェーデンにある、ストックホルム国際平和研究所から発表された、2020年の世界の国防支出ランキングは、1位がアメリカ、2位が中国、3位がインド、4位がロシア、5位がイギリスとされていて、この5カ国だけで世界の軍事支出の 62% を占めているんだ。日本はランク外ってことね。6位以下はサウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国と続いていくんだぜ。韓国とどんぐりの背比べだわ。
これはよからぬことで、だからこそ防衛省は日本の抑止力強化に力を入れているんだ。これは、本当に頑張らないといけないわね。こういった防衛省の努力は、日本の国家財政が疲弊しつつあると指摘されている中で、防衛費を増強することに対しては、賛否両論を巻き起こす形になっているんだぜ。みんなお金がないからね。お金がないと言っても、国を守ることはできないんだ。そうねー。防衛省は、弾道ミサイルに対応するため新たに開発した、新型の迎撃ミサイルについて、海上自衛隊のイージス艦から初めて発射試験を行い、迎撃に成功したと発表したんだ。ほほう。防衛省は順次、イージス艦への配備を進めていくとしているんだぜ。発射試験に成功したのは、日本とアメリカが共同開発した、弾道ミサイル用の新型迎撃ミサイル、SM-3 ブロック 2A なんだ。どんな発射試験だったのかしら？アメリカ軍の施設から、打ち上げた中距離弾道ミサイルを想定した標的に対して、ハワイ沖に展開したイージス艦マヤから発射し、上空100キロ以上の大気圏外で迎撃に成功したんだぜ。ふむふむ。この迎撃ミサイルは、アメリカ軍のイージス艦などから発射試験が6回行われ、このうち4回迎撃に成功していて、海上自衛隊のイージス艦から発射したのは初めてだったんだ。どのくらいのお金がかかったの？共同開発にあたって、防衛省が負担した費用はおよそ1100億円だ。なるほどね。従来よりも迎撃が可能な高度や範囲が拡大するため、より高い高度に打ち上げるロフテッド軌道、発射された弾道ミサイルにも対応できるとしているんだぜ。いつ頃から配備されるのかしら？海上自衛隊が保有するイージス艦8隻のうち、4隻がこの迎撃ミサイルを発射できるということで、2022年度以降、順次、配備を進めていくとしているんだ。ハワイ沖で行われた試験には、海上自衛隊のイージス艦ハブロも参加して、短距離弾道ミサイルを想定した標的に対し、従来型の迎撃ミサイル、SM-3 ブロック 1B を発射して、迎撃に成功したということだぜ。すごいわね。2021年就役したハブロと、2020年就役したマヤが、弾道ミサイル防衛用の迎撃ミサイルを発射したのは、今回が初めてで、いずれも迎撃に成功したことで防衛省は、必要な機能が確認できたとしているんだ。それじゃあ、海上自衛隊が保有するイージス艦が、弾道ミサイル防衛の任務に本格的に当たることになるわけね。また、他の艦艇などが捕捉した標的の情報を共有することで、自分のレーダーで標的を捕捉していなくても、迎撃ミサイルを発射する、エンゲージオンリモートと呼ばれる機能の試験も、初めて行ったということだぜ。その試験も成功したのかしら？マヤが探知した模擬の弾道ミサイルの情報に基づいて、ハグロが SM-3 ブロック 2A を発射するまでを確認し、計算上は迎撃に成功したとしているんだ。さすがだわ。南シナ海や、東シナ海の尖閣諸島での中国の軍事的活動が活発になる中、親中派の林外相の就任を懸念する声があったことも記憶に新しいだろ？あったわね。林外相は、外相の職務遂行に支障がないようにするためとして、日中友好議員連盟会長を辞任するなどしたが、テレビ番組出演時に、中国から訪問要請があったので、訪中を前向きに検討していると発言したりもしているんだ。SNS で炎上していたわ。しかも SNS だけでなく、自民党内からも批判する声もあったんだぜ。誰が批判していたの？佐藤正久外交部会長や、小野寺元防衛相などで、現時点での中国訪問は中国に対してだけでなく、国際社会にも、日本が中国を支持しているとの誤ったメッセージとして捉えられる恐れがあると、林外相の動きを牽制したんだ。林外相は、大丈夫なの？岸田首相としては、親中派の林氏を外相に据えたことで、軍事的にはアメリカと同調しつつ、対話路線も進めていく思惑があったのかもしれないが、結果として親中派の議員を外相にしたことで、誤ったメッセージを送ってしまったとも言えるんだぜ。じゃあ、手遅れかもしれないの？中国がこれまでの方針を改める可能性は皆無なのだから、中国に対して甘い対応を取るべきではないんだ。中国の主張を受け入れてしまうかもしれないわ。現時点での訪中は断固阻止すべきなんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。